今度からクソ棒したらセリフ使用しますね、じゃあ。車。シェリマ。音質だな。おい。ナイス。今日少なめに思われてたの、うん、控えめ、まあ、控えめ だいたいそうなのよ。終わっ、うまい、マジほな、オマージュはあんまりインポスターじゃなさそうかな。担当さんも今いた？ネロちゃん。いた。うん。白い。ミーティング待機でしょ。そう、ミーティング待機してたけど、俺が後から入ってきてボタンを押した。うん、そう。チラチラした、負けた。そう。いや、これはやってるわ。一個も進んでない。これはやってるわ、ほんと。扉開けただけだ。これやってるわ、ほんとに。そろそろ釣りません？また。おー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 あ、シェリフです、シェリフです。シェリフです、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 シェリフです。はぁ、絶対人間じゃない。アホだね。知らんぞ、もう負けても。もう。もう。ここへ入れました。俺はスキップです。俺スキップです。僕もスキップですよ、もちろん。お、あっちも入れてます。あ、じゃあ、あとゲンさんか。じゃあ、ゲンプテタカ、モモ。関係ないって。関係ないって。クルーが入れてんだから。そう。クルーが入れてんだから。いや、別に偉いなって思っただけですよ。ああ、偉いな。偉い人たちね。偉い人たち。偉い人たち。そろそろ釣りませんって俺が言った時には、残り2票だった。確かに。あれはね、考慮しないわ、僕も。あれはね、そう、もうすでに時遅しだと思いますね。そろそろ釣りませんって言った時入れてなかった誰？俺やね。俺も入れた。確かにその後に名オマージュ入れたってことね。まあ、いや俺はもう入れてた。俺は入れてから入れてたんだ。もう二人残ってた。これじゃないな。まあでも経験者から言わせてもらうと、スキップに入れてる人は多分来るです。あーまあまあまあ。タスク邪魔されたクルーが怒りですよ。結構ね、微妙だよ。俺もスキップ側にインポスターだと思ってるけど。自己正当化がひどいな。入れちゃダメなんですよ、そもそもが。こういう土星論はさておき、どうもこんばんは。初手切るなおです。初手切る？初手釣りなおです。意外とでもこれね、私も前経験したことあるんだけど、陣外側で。お、ほら、ネロちゃん、ネロちゃん音質脇です。音質ミーティング側には来てなさそうだけど、まあ僕シクシャやってたんでわからん。初めは宿舎やってたの？だけ言いますと、ミーティングで、宿舎のタスクやって、藤宮を残してミーティングから下降りて研究室に行って終わり。で、研究室に入ったタイミングぐらいで停電が治ってる。俺が直しました。研究室にいますよ、今これ。文字？はい。
研究室は配電盤？はい。あ、俺卵のタスクです。まあ高田さんは一旦ムズソくらいにしとこ、うん、キッチンにプテってまだいる？僕はいないです。僕は今研究室のコエルに入ろうとしてるところで終わりです。あ、そっちまで行ったり。トータスサントス通信脇、通信脇僕左で降りて、あそこ何やったっけ、保管庫で、2つタスクして今ドア開けたところです。ミーティングより左に来てない想定なのだとしたらガミさんに白は出せる。最終スプラッシュです。これ宮さんボタン、違う高田さんボタン、違う、うん、うん、右だったら僕視点はサントスさんで、左だったら魚プテどっちかとかですかね。うんうん、では初動キッチンに入ってきて置いて出てスプラッシュに行って、で高田さんがスプラッシュから右に行ってキッチンの方で死んでるかなと思ったけど、高田さんが下側から来てるから多分キッチンから戻ってきたのかなと思ってボタンを押してプテとかが死んでた高田さんかなっていう感じで、うんうんうん、ボタンに向かったら高田さんが押してくれたって感じかな。研究室は扉が開いてたと思ってるんだけど、開いてる。あ、俺も、うん、開いてるのか。いるいる、お前おじが配電盤直してるでしょ。俺がもともと、はい、あ、研究室で配電盤直してるのか。そう、タスクやった後配電盤。はいはいはい。ふじみは脇音室で終わりどこ？僕ミーティング右下です。ボタン一周して誰もいないなと思ったら高田さんがボタン押したって感じ。ボタン押してない人って誰ですか？サントさんとか押した？押してない。トータス押してないです。俺もまだ押してない人は怪しいかな。ボタン一周してってそれさ、うん、サントス・フジミヤのことどう見てんの？サントスってミーティングでボタンぐるぐる回ってたでしょ？え、回ってないですよ、回ってない回ってない。あれ、私もあれフジミヤか、うん、多分逆です、うん、私回ってない。ケンさん、はい、本当に申し訳ないと思ってはいる。思ってはいる。なんでかっていうと、はい、あの中で一番最初に入れたのは僕だからです。間違いなく僕は最低3人はクルー入れてるもんな。そういう計算になりますよね。まあまあ、ケンさんでまさかさ、ゲンさんが釣られると思わないじゃん、ね、あのゲンさんが、あのゲームに映られると思わないじゃん。とにかく意外と私人外、なんか逆に人外慎重になるじゃないですか。まあなる、人外だから、まあ、裏頑張ったら全然まだいけるかなとは。確かに、もうタスクでいけそうだもんな実際。このターンで2キロ入っても、うん、そうそう、私多分 4回目ぐらいだと思うんで、ボタン、あのゲームさんが。あ、でもこの長さはまずいです。はい、通信で今倒れたんだけど、ベントに誰かが入ったな。高田さんは絶対無理。高田さん絶対無理。でプテヤさんは上る高藤無理。え、坂ん？ん？高田さんだよね。プテヤさんが生きてるのを死にしていて、ミーティング上の方に行ってるから、ルート的には保管庫からジップラインに乗ってるはず。ミーティングに魚到達、いや、うん、僕視点到達ガミさんと魚は無理そうかな。左で見てる。おまじって通信到達の遅すぎん？あ、ね、高田さんが入力するの見て、俺上の番号を入力だけしたんですよ。タスクイン。その後出て階段登って、登り切ったら倒れて入っていくやつを見たんですけど。まあおまじさんクルーならメイヤさんっぽくは見えます。俺は怪しくは見えるけど、俺は保管庫で水の汲むやつをやってから、扉が閉まって保管庫の扉を開けてカフェテリア行って、カフェテリアで水置いて、で最後スプラッシュの左回りでスプラッシュのゴミ箱の前ぐらい、ゴミ捨てタスクは別にしてない。おまじの弁当情報が正だったら藤宮もその弁当には絶対入れない、うん、今展望で高田さんと会ってるんで、うん、展望で上から入ってきてるから弁当から出てきてないから。浮いてるのっておまおじさん名だけなの？じゃないの？まあ、僕視点で左に左だよ、ね、桃ガミサカトスをね置いてるの、うん、ちなみにガミさんは見てきてないけど、フジミヤずっとっちに置いてかれて、はい、出てる。ああ今出たとこ、うん、あるとして時間的に僕の弁当が間に合うかどうかぐらいじゃないですか。まあそうね、ワンチャンガミさんがぐらいだけど、うん、まあ相当ギリギリって感じ。
あ、そうなの。藤宮ってだってミーティング来る前に置いてきたから結構古いのかなと思ったけど、それでもむずそうなの。俺がその後に置いていってるから。あ、トータさんが見てるんだ。あ、じゃあ OK。 あ、トータさん。お豆に委託じゃない。うん、じゃあ大丈夫そうだ。まあお豆さんのマットが怖いぐらいかな。まああれ中なんで、サボ中なんで多分大丈夫だと思うけど。まあ、原産に消しかけた剤で原野さんに入れました。いや、あれは誰でも消しかけてあんな反省した方がいいですから。まあお豆さんまでしっかり伝えられれば大丈夫。お豆さんがマットだった時だけやばい。停電直してるわ俺。あそうだ研究室で直してる、ね。まあ、研究室ね、バンの前で死んでた。いや、もう本当にドアの前って感じです。ああ、そこ。うん。ゲンさん。死にましたね、珍しく。死にましたね。あの死に方は、ね、あの死に方はゲンさん初ですか？初ですね。おお、やっぱみんなね、一回は経験した方がいいから。うん。てか、そもそも絶対入れないもん。そろそろね。いや、入れますよ。クソ場の人にも入れないもん。入れる。いや、でもあれ、一回やるとしばらく警戒されるから。今日はもうないだろ。うん。はい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 。まあ、皆さんのタスクが進んでるんなら、お前さんまで釣ってタスクが安排ですけど。100終わる。うん。うん。まあ、そんなにかかりそうにないやつが残りかな。いけると思います。おまおまおじってさ、その初手さ、その上部エンジン、はい、アッパーエンジンの方に行ってるじゃない？はい。そのタスクってその結構やってた感じなの？そのアッパーエンジンの方で。あ、その周りはもうほとんど終わらしてますね。高田健司ってさ、俺初動ね、おまおじがアッパーエンジンの方に上がってってるのね。多分オース脇で、あの一番最初のターンってこと？一番最初か。キルが起こってる時。ああ、はい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 。キルが怒ってる時じゃないですね。キルが怒ってるターン。え、もうゲンさんが釣られた時ですね。あ、そうか。ごめん、めっちゃ勘違いだ。まあ、おまおじは、そうね。初手キルができないから、初手キル牧師店は、魚さんかサントスさん。まあ、サントスさんの方がこそうかなと思ってます。よく言ってと、ああ、もういいかなと思ってる。ん？逆に俺は魚さんっぽいかなと思って、その温室は切っていう情報と、うん、遅れて研究室に来てるから魚さん。俺が切ってる時はミーティングしたから弁当の間ぐらいまでかな。あとプテアシが研究室の中に入ってるってことだから、研究室のところにはないはず。それじゃないとおまじがレポート光るはずだから。停電前までね、宿舎で藤宮魚でタスクやってたから、魚さんだったら僕を切りそうっていう理由でサントスさんより。あ、なるほどね。うん、うん、まあタスクは終わる。じゃあまあお任せします。藤宮のマット引きはこのターンされた？僕多分直しました。でそうだよね、残したから直してくれるかなと思ったけど。 OK、 はいはいはい。はい、やるやるだぜ、はい、やるやるだぜ。皆さん次から気をつけてくださいね。いや、まさか連日こんなことが起こるとは。まあ、先日なんだ。おまじさんがこの前会って、今日は確か、ちなみに俺が釣られた時はボタンですらなかったからな。意味がわからない。そうなの？うん。え、死体があったのに？え、死体も何もなかったのに、うん、ボタンですら、ボタンを押してないのに俺は。ああ、そういうこと。それはどういうことなの？どこでヘイト買ったのかわからないね、それはね。運ゲーやん、それも。ただ今日も運ゲーでしょ。いや、今日のはもう日頃の恨みが溜まった人たちからのあれです。体感だけ聞いときたいんですけど、うん、あ、押すの早いかもな。まあでも飛びてえから押すかなのか、うん、まあ押しとけやろう。やったれっていう気持ちなのか。いや、もう普通に体感早いけどですよ。あ、早いけど、ドア開けて切る起きてほしくないみたいな。いや、そうですよ。まあそうだね。切る起きないとこのゲーム楽しくなくないですか？半分正論なんだけど、
考え方の違いなかった。あーこれは死んだタイミングが。通信で光ってるサントスです。マットです。スキップします。はい、そこのタスク終わってる、多分終わってる、終わってる、終わってるよね。うん、じゃあ霊界の人だな。どうだろう、これ通信直した方がいいかもな。オッケー。もしかしたら場所わかんない説があるかも。俺と魚多分ずっと終わってたから。了解、頑張れ。あと1ずつだから終わるかな。トータさん、ちょっとこっち来て、トータさん、ちょっとこっち来て、トータさん、ちょっとこっち来てください、トータさん、ちょっとこっち来てくださいよ。こっち行ったらパチンガス出れる。とんだけシェリフ。ゲイさんシェリフな。シェリフ。シェリフやったら死んできました。我々がシェリフです。罪深すぎるから我々が。いやシェリフか、やばかった。反省しないと。そうね、死ぬほど入ってな。すいませんでした。胃の一番に入れたんで僕。今度からクソ棒したらセリフ使用しますね。じゃあおっさんなんじゃいいのに。危ないから、ちょっとおっさん危ないのにが答えだよ。よし、じゃあいきますかね。はい、お願いします。ノリですよ。